ともちんの一人旅第3弾。旅のルールにのっとり、走行距離で資金を稼ぎながら3つのチェックポイントをクリアし、さらにバイク友達100人を作れば旅は終了。あ、3段位はこれや。前回東尋坊に到着し、なんとか第1チェックポイントをクリア。そして第2ポイントが東北だと知ったともちんは、ひとまず新潟方面へ行くために高速道路を目指す。ともちんの一人旅、日本の名所へ行こう。高速に乗り、北陸道を北へ走るともちん。日本海に夕日が沈む。うわ、めっちゃ綺麗。日本海に沈む夕焼け。ラップで言うたら、日本海に沈む夕焼け。言い踏まれへんかった。美しい夕焼けを見ようと、徳光パーキングエリアに立ち寄った。めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ感動。あ、なくなっていく。日が暮れる前に、所持金で一体どこまで行けるのかリサーチすることにしたともちん。トラックの運転手さんに話を聞くと、伺ってもいいですか。黒部でも3050円。あ、3050円。下道走って新潟のバイパス入ったらまだ高速タダで使える。そうだ、まだナイスな情報ありがとうございます。はい、もう十分な情報いただきました。運転手さんの情報をもとに、高速代3050円を残し、コンビニで晩ご飯のお買い物。空腹を満たしたともちんは、駐輪場でバイカーを発見。どこを目的で来たの、旅に。あ、北海道。北海道。あと93人頑張ってくださいということで、残り93人。さらに、差し入れ、差し入れ、めっちゃ食べたかったアイスクリーム。やろうと。なんとツイッターとミクシーを見て差し入れを持ってきてくれました。残り92人。ごちそうさまです。ありがとうございます。心温まる出会いに感謝です。もう気ぃついたら10時40分。疲れた。どうしようかなって思ってんけど、まあ、早寝な、明日に答えるし、今日はここで野宿したいと思います。朝から黙々と黒部を目指すともちん。次のチェックまでにインターを降りなければ所持金がなくなる可能性も。250キロ新潟まで、めちゃめちゃ遠い。のどかやね、これ景色。下道で上段だけやったらこうはいかんかったな。ああ、よかったよかった。ああ、よかった。ああ、よかった。はい、はい、よっしゃ、いります。さけね、おじさんね、50円で渡されたよ。はい、10時のチェックです。来たね、はい、今回は頑張って距離だいぶ稼いだよ。でもな、稼いだもんな、こう天国と地獄がパーンって分かれるよな。どうしよう、いいよし、行こう。狙う、潔く狙うはもちろん3か7ですよ。
1。痛い、怖い、怖い。7。おお、走ってんで。5.10。10。いきます。何やん、175.2。残念でした。帽子じゃなかったね。そうやった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 、ありがとうございます。確かに1752円いただきました。ありがとうございます。これどうしよう、もう一回高速乗るってパターンもあり。いやでもせっかく降りたし、ちょっと走ってみようかな。8号線。お、8号線出てきた。これを右っつったな。これ聞いといてよかった。私これ朝左曲がるか右曲がるかどっち曲がるもんな。あれ8号2つあるんやけど、しかもバイパスって書いてたよ。どっちや、どっちですか。蔵王までの道のりはまだまだ遠いが、ともちんは自分のペースでゆっくりゆったり。この旅自由すぎます。